どうも皆さんこんにちは、きよきよです。皆様ご覧いただけましたでしょうか。トロフィー0から3000に行くまで帰れま10。こちらですね、私12時間半かけてドズルさんと一緒に到達したんですよ。で見ましたか。今ですね YouTube を見てみて録画が残ってるんですよ。その動画の11時間55分しか残ってないんですよ。で、確認したら YouTube ってどうやら生放送って普通8時間しかね録画残せないらしいんですよ。で、よくわかんないことが起きて11時間55分、肝心な残り30分がこうないの。で、皆様見たいわけじゃないですか。ということで今日は紙芝居で皆さんにその後どうなったのかというか、あ、猫さん2903でございます。で、こっち iPhone の画面があって、で机でこっちね、あ、パソコンがあると。で、3人でやっていって、最後の僕の試合は引き分けだったんですね。引き分けでこちらでございます。で、明日の未来先生がこう勝ってよっしゃーって言ったんですよ。で、まあ2933ぐらいになって、はい、次で、次ドズル先生がねこれ引き分けだったんですよね。うわーっつって、まあ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 と、まあ、負けなければいい。勝ちを優先するよりも、もう負けないでトロフィーを下げないことをね、しようってことをしました。で、ドズル先生、引き分け。続きまして、2933で。次ね、僕も引き分けだったんですよ。うん。で、もうスパーキーでけど、うわ、引き分けだ。これが2900の壁だよ、みたいなね。まあ皆さん、2900の方々って、レジェンドにこう、みんな目指してるので、すごい激戦区なんですよ。そういう話をしてましたね。で、次、明日の未来先生、ここでもう挽回していって、もうあと1勝というところまで持っていったんですよ。ここからがね、もう、大歓喜の始まりでした。次、端末がドズルさんに渡って、ドズルさんのゴレデッキですね。ドズルさんのゴレデッキで、行った結果、リリン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 と、3007ぐらい、3004だったかな、そんぐらいで、いやーっつって、もう何、みんなで肩組んで、もう飛び跳ねてました、本当に。超飛び跳ねて、Twitter とかでも相当皆さんスクリーンショット撮っていただいて、私の Twitter にね、まあこんな感じです。ツイッターに送っていただいたんですけれども、こんな感じでございました。ということでね、いや、YouTube さんにも確認したんですよ。これどうしても最後ないですかって言ったらね、ちょっとごめんなさいみたいな感じでね、なかったということで、私たちのシステムを私ちょっと理解していませんでしてですね、録画しとけばよかったなっていう感じでございました。ということで皆さん、ほんとね、同時接続11600とか、最大の、ね、そしてライブの急上昇とかにも乗らせていただいて、皆さんありがとうございます。もう皆さんがクラロワ好きってことで教えられましたね。まあ、今回の企画スタジオクールの企画だったんですけれども、スタジオクールとかでいろんなね面白いことをしていきたいと思います。ぜひとも皆さん、こちらの関連動画、そしておすすめ動画、まだチャンネル登録されてない方はこのボタンからね、チャンネル登録していただければなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。